眼科医の平松です。今日は緑内障の目薬は一生つけなきゃいけないのかっていう、まあよく聞かれる質問なんですけども、この話をしようと思います。で、結論から言うと、まあ、イエスでもありノーでもあるってことです。現段階の医療で言うと、目薬をして失明を防ぐっていうのがまあ基本ですし、それは目薬をいつかやめられる、治ってしまうというわけではないです。実際新しいお薬っていろいろ開発されていて、例えば目に注射みたいに入れることで目薬を刺さなくてもずっと効いているような方法っていうのも出てきています。はたまたレーザー治療で目薬の代わりとなるように眼圧を下げてあげるような、まあ、治療っていうのも出てきているんですね。まだそれが完璧っていう状態ではないので、目薬いらないですとはちょっと申し上げられないけれども、現段階では確かに目薬をしなきゃいけないと。でもこれもなきゃいけないわけではないわけですね。多少は視野が悪くなるのを納得してあるポイントで目薬をやめるって方もいます。例えば認知症になっただ、寝たきりになっただっていうんで、目薬もとっても大変だからやめますって選択肢を取る患者さんもいるんです。ですから強制ではあくまでなくて、まあ、できれば目薬をした方がいいですよねっていう、まあ、そんな感じですね。なので目薬をしなきゃいけないんですかっていうと、まあ、それは状況に応じてリスクを分かってやめるってこともできるし、目薬がどうしても辛いとか、やっぱり目薬じゃない方法を取りたいって場合は、まあ、レーザーとか、まあ、手術っていうのももちろん選択肢にあるわけで、まあ、そういう選択肢もあるわけです。なので緑内障になっちゃうと、もう一生目薬しなきゃいけなくて辛いなって、やっぱりそれ思いますよね。例えばそれが40で見つかったと、100歳まで生きると、110歳まで生きるとなったら、もう60年とか目薬するってなると、ちょっとまあ気が遠くなるなってやっぱ思う気持ちはすごいわかるんですけど、それは現段階の医療であって、もっと言うと現段階でも積極治療、例えばレーザーとか手術とかを希望すれば目薬なしって人も結構たくさんいます。まあ現実私の患者さんでも、まあ、そういう治療を受けになって目薬しないけれども定期的に見てるって人もやっぱいらっしゃるので、そういう方はただリスクがあるので何でもやればいいってもんじゃないんです。やっぱり目薬が一番リスクが少ないので、一番に勧めてるのは目薬です。でもやっぱり辛いとか忙しくてできないって場合は、じゃあレーザーしましょうか、手術しましょうかっていう選択肢を取ることがあるっていうことなんですね。ですから、まあ、一生しなきゃいけないわけではないと。現段階だけで言うと一生する前提での目薬を一応お出ししてるっていう、そんな感じです。こんな感じで、まあ、いわゆる緑内障についていろんなことをお話ししていますので、チャンネル登録っていうのをしていただけると定期的に情報をお話しできますと。緑内障を患っていらっしゃる方から、できればこういうことを聞きたいんだ、動画にしてほしいっていうのがもしあったら、コメント欄っていうのに書いておいていただけますと、私が次どういうのをみんなが聞きたいのかなっていうのはちょっと分かんないところもありますので、参考にさせていただきたいので、もし可能でしたらコメント欄に緑内障のこういうことを聞きたいとか、こういう話はどうなんでしょうかっていうのを書いていただければなと。もちろんあんまりちょっと個人的だったりして、それはお答えできなかったりする場合はちょっとなかなか難しいんですけど、まあ、一般的なこととか、もちろん個人的なことでも、まあ、これだったら一般論として話せるなってことはちょっとお話できるかなと思うので、まあ、質問疑問やこういうのを言ってほしいって場合はコメント欄に書いていただければと思います。